チアーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今回はブータンタイウスが羽化したのでそれを掘り出したいと思います。この間のアンテってことだよね。この間のアンテです。早くない羽化1月6日に、入れ替えたんですけど、スマタラなんかも同じ部屋でよくやってて入れ替えたらスイッチ入っちゃったみたいになるんですけど、これもやっぱ入れ替えたらちょっと動き回って体重があんまり減ってなければいいんだけど、やっぱ浮かしてしまいました。何グラムまでいったの？これは 44.7。 それだとアンテって結構幅が広いからあれだよね、40とかでも90いかないんだよね。90はいかないね。40だと85ぐらい。44で上手に出て多分83ぐらいじゃないかなと思う。じゃあこれはマックス83が羽化したらまあそれ超えてれば2匹しかもともとやってないから。あ、そうなんだ。これよりでかい方をこの間ちょっと入れ替えたんだけど、そっちはまだ幼虫やってるので、まあ、体重はそんな伸びてないけどね。それでもこれよりはちょっとでかいかな。分かりました。まあ、とりあえず羽化したことね。はい、飼育温度は何度ぐらいで、これがだから羊化する寸前までは、もう22度ぐらいでいってました。22度ね、で1年半ぐらい、そのぐらいになるかな。初例がね1月18日なので、全然1年半じゃないで、1年と4ヶ月ぐらい、1年と4ヶ月早いね。1年と4ヶ月あれば上手な人だと90ミリぐらい出るみたいです。あ、そうなんだ、うん、へえ。なんかアンテ長いイメージだったけど、そう2年半ぐらいでなんか95ぐらいの作ってるよっていうもんね。まあでも90出るんだね、1年半で。1年半ぐらいで出るらしいよ、うまくいったやつは。だけどまあ2匹だと当たり幼虫がいないのかもしれないので。まあ確かに、ではまあ掘り出しはまあ一応83が出れば、その次のが85超えるかなと思います。わかりました。じゃあ掘り出してみたいと思います。そういえば前の不純のやつは何ミリだったの？90ミリ。あれ90あるの？うん。めっちゃもったいないじゃん。それと同じ兄弟？いや、あっちは、レコードの兄弟かな。ここにね、洋室があるので見えてんねんか。これは瓦ではないよね。瓦ではない。なんか低温床って瓦使うイメージだったけど、こいつらそうでもない。あ、これね、1本目瓦使ってるよ。そうか、そうだった、1本目瓦使って餌交換しないで半年ぐらい置いといたらどうだろうって。瓦の場合はさ、二度食いできるみたいで、置いといてもね、ずっとなんか黄色い幼虫ならずにね、そこにいたよ。あとはだから、本当に20度以下にしてもう少し引っ張れればいいのかなって感じかな。まあ、20度以下っても難しいよな。難しい。種類ももう限られてきちゃうから、あとエアコンではね、通年そのどんどん難しいさ。20くらいまではなんとか下げれるけど、それ以下ってなるとエアコンじゃやっぱ無理だから、やっぱワインセラーか冷やし中華使わないと難しいじゃないかな。うわ、折れてきた。これ羽化してどのくらい経ってる？これはね、4月26日に羽化したから3週間ぐらいかな。じゃあもう固まっているんだ。うん。1年3ヶ月やん、羽化まで。そっか、4月だからね。すごい上の方だな。うまく開くかな、これは。これはね、うまく開かないと思うけど。よっ、いた。うわ、アンテって感じだな、やっぱ。でっ、やっぱでかいや、でかいな。幅があるし、迫力ある。他の虫とは違うな。違うね。これで何ミリだろう。でかくは見えるだけどな。いや、でも何ミリだろう。幅があるから全然わかんない。全然想像つかないな。でもこの間のやつ90でしょ。パッと見変わんないけどな。幅でな。ね。あ、でもそんなないか。
でも83よりかははるかにでかく見えるけどね。でかく見えるな。うん、これであれだよ、まあ、もし85いってたなんて言ったら大変だな。これ中は食えたの？ん？食ってたの？いや、ほとんどだから最後のボトルはうまくいかなかった。へえ。最後のボトルしても2本だからな。うん。じゃこれ測ってみます。あの手に乗っけるとやっぱサイズ感わかるな。うん、長さがもう少し顎も発達欲しいかな。顎がちっちゃく見える。そう？うん。うまく開かねえな。ここ持つかやっぱ。いやでもでけえじゃんよ。あ、86.4 もあら。へへへ。864。どうだろう。86.2 だな。862。すごいな。へえ。全然予想より出るわ。よかったね。でもかっこいい。え、これメスはいるの？メスいっぱいいる。あ、そうなんだ。うん、じゃあ今後もつないでいけるってこと？今度は5匹にしたいね。でも5匹なんだね。いや、うん、これいっぱいやりたくね。なんで？あの増やしたくね、そんな、場所取るし。じゃあこの容量いらないんじゃないの？だったら800でいいんじゃないの？800じゃ無理か。だけどよ、1400。この間変えたやつはこれを食っちゃってやったからな、ほぼ。だからこれとじゃあ1400で、で逆に下げる？ちっちゃいやつにするのはそれで、で大きく浮かせるやつを用で 何匹かみたいな、うん、まあ、別に俺が買うわけじゃないからいいけど。でまあ 5匹か。まあでもなかなか出たな。うん、次のやつも楽しみだ。うん、じゃあ次90いくやん。そんな簡単にいかないでしょ。レコード95とか 6?95? シークレコードと関係なしに、うん、96mm がヤフオクで売られてました。ああ、いやもっとでかいのいるんだ。96なんて書いてあった。でもまあ俺としては合格。まあいいんじゃないですかね。うん、浮か不全もなくあの状態でうまくちゃんと出てるから。よし、まあでも最初に見たのが 90mm の不全だったから。そうだな、なんか不全しなくてよかったね、本当に。じゃあこんな感じで浮かしました。はい、これ一応2匹いて、うん、もう1匹もまた浮かしてくると思うので、はい、まあ、今まだ幼虫だから3ヶ月4ヶ月先かもしれないけど、はい、またそれが浮かしたら動画にしたいと思います。楽しみにしてます。はい、それでは。